皆さんこんにちは、ペソでございます。横綱物語ですね、続きやっていきましょう。名古屋場所の、本場所後半戦に入りますね。ということで9日目、まあ前回もこうだったんじゃないかな、四条さんは我流さんとですね、で綾小路さん、はい、あもうまだいっぱいをキープしてるんですね。で全勝中ね、頑張ってますよね。境町さんは伊達の花さんと、仏光寺さんもまあ2敗してる割にはね、いけてますね。で車屋さんも書いて当たる絶好調ですよね。で今回好調なのはね、この錦さんまだ無敗ですね、今日はケイハさんと、有馬さんは荒藤さんですね、なぜか荒藤さんには強いですよね。重量からですね、松原さんは7勝1敗の随格さん、綾の小路さん勝ち越しかかってますね、4勝4敗の時司さんとの対決ですね。あごめんなさい鼻が、アドバンテージ奪う割にはちょっと伸びないですね。また今度逆に攻められてきてますね。ああ絞り込むか、張り手は使って、惜しいね。さあじわじわとちょっとこらえられなくなってきたね、感じしますね。ああ追い込まれちゃった。粘る。おお。おお、はたいた。勝ちました。ここで勝ち越しました。仏光寺さんは波群星さんですね。お相手は3勝5敗。こちらパスします。車屋さん、4勝4敗の西尾さん。愛の町さんは4勝4敗、4敗してるんですね。もう関脇の荒藤さんね。愛の町さんはね、荒藤さんに強い時と弱い時はっきりしてますね。今回はダメなパターンですね。そう、強い時はねもうつって、一方的に行くんですけどね。はい、錦さんは、大関のケイハさん、5勝3敗ですね。ケイハさんは残った。危なかったね。日を投げ仕掛けてきましたね。境町さん、こちらも大関の伊達の花さんですね。すごい、一方的にいく。ほんでここでまた日を投げがあって、さあこれをこらえて出せるか。突き出した。なんと9連勝、素晴らしい。
ラストは四条さん、勝ち越しかかっております6勝2敗の大関、正大関ですね、ガリュウさんとですね。残っちゃう、突き落とし、うまいですね。四条さん、なんとか1敗をキープ。相野町さんがね、あっさりやられる時がありますよね、荒藤さんとの場合は。で、他は3人勝ってる。松原さんも勝ったね。おー、7勝してる瑞鶴さんに勝ちましたね。はい、ということで、9連勝が境町さんと錦さんと車屋さんね。で、四条さんと綾小路さんがめでたく勝ち越しましたね。はい、1日目参ります。四条さん、前牛赤さんやったね。あ、綾小路さん、ここで木原さんと当たんので、境町さんと車屋さん、全勝同士のね、星の取り合いになっちゃいますね。でも今の車屋さんやったら勝てる可能性あるかもしれないね。ただね、あの条件が違うのはね、車屋さんが 2場所連続ね坊主やったっていうことなんですよね。わからんな、なんだか知らんけど。はい、松原さんは大食い魂さんね、お相手は6勝3敗。ぶっこじさん、勝ち越しかかってます。八ヶ谷さんですね、現在八ヶ谷さんは3勝6敗。ありですかるね。ほう、やっと入った、入って、さあここで押し出しましたね、勝ち越しました。綾野浩二さん、大関の桂葉さんと当たります。現在お相手は5勝4敗あ、これはね、まだまだ、桂葉さんの方が全然上ですよね。わ、一方的だ、ということですね。6勝3敗同士ですね、愛の町さんと関脇高隼人さん。残った、あー、けたぐられました。はい、錦さんは関脇の岩戸川さん、お相手は7勝2敗。アイヌマシさんがなんかいつものアイヌマシさんに戻っちゃった感じあるな。あ、ここはがっちりとね、もろ差し寄りでしたが、9連勝同士の一番、境町さんと車屋さんの同門対決ですね。さあ、先手取ったな車屋さん、巻き返して、おお、坂井さん、月に戦法変えた。二丁投げ、うわ、失敗。すごいアクティブ、車屋さんが。おお、そうそう、坂井さんも頑張れ。あ、見どころ攻め決めましたが、勝ったのはやっぱりね、そんな気がしたんですよね。はい、最後、四条さんは4勝5敗の前牛若さんね。残った、
残った。突き出し、あ、倒しはごめんなさい。まあ坂山さんはね、どうしてもちょっと劣化しね、パラ落ち、ちょっとお力が衰えてる部分あるからね、しょうがないんですけど、アイノマシさんがね、今場所はなんだそりゃっていう感じですね。アイノコジさんはまあケイハさんだったから負けは仕方ない。重量松原さん、あ、負けてるわ。10日目終了しました。四条さん、境町さん9勝1敗、錦さん 10連勝、全勝中ですね。愛の町さんが6勝4敗か、もう4つ落としとるんよね。で、車屋さんも全勝10連勝中で、ぶっこうじさん、綾小路さん仲良く8勝2敗。下位で目立ってるのは、あ、罠沢さんが6勝してるぐらいか。重量いきましょう。トップは8勝2敗か、4人いらっしゃる状態ね。松原さんは5勝5敗ですね。11日目参ります。さあ、その高隼人さんと、今日四条さんがね、今日高隼人さんですね。で、綾の子さん、なんと荒藤さんとだ。もう星を取らさないぞっていうなんかね、匂いをプンプンさせますよね。車屋さんと錦さんの全勝対決がここで11日目で発生。松原さんは1勝9敗の一の倉さんですね。ぶっこうじさんは4勝6敗の西欧さん。あいのこうじさん6勝4敗の関脇荒藤さんとの一番。残った。おつけはいけるけど寄れないね。ああ、得意の上手投げ。愛の町さんね、7勝3敗関脇の岩戸川さんですね。ここは勝っときたい。残った。ガッチリきましたね。これで7勝目。全勝同士の一番、横綱錦さん、そして小結び車屋さん、同門対決。先に動かしたのは錦さん、突きが入ってこれで2つ寄りましたね。さあ追い込んだ、横綱追い込んだ。車屋さんちょっと粘る。あ、しかしここは突き出されちゃいました。横綱の勝ち。坂井さん、4勝6敗小結び舞牛若さんですね。さあね、もう三役上がるとね、点でダメの舞牛若さんね、たまにでかいことやってくるからな。まあ4勝かね。まあでも気づけばね、7勝8敗8勝7敗なんですよね。さあここはいいよね、きっちり寄ってくれましたね。で、四条さん7勝3敗関脇高隼人さん、先場所がね、高隼人さん全然やったけど、今場所はね、頑張ってますね。もう7勝目来てるからね。ああ、しかし四条さんの敵ではない。あ、久々に左側が4人勝ちましたね。で、車屋さんはまあしょうがないとして、綾の小路さんもまあ荒藤さんならね、きついな。小路さん勝ってますね。ああ、松原さんは負けちゃってる。はい、ではこのまま、トップはね、錦さん
11連勝1人になりますね。10勝1敗が3人という状態です。では12日目いきましょう。わあ、えのこさんかわいそうやな、ここで上位とみんな当たんねや。のこさんは先にやってるからね、あとはもうスタートですよね。さあ、車屋さん大関のね、アイノマシさんとの同門対決ですね。で、今日、錦さんが前優勝赤さんと。松原さんは8勝3敗の玉飛龍さんね。ぶっこうじさん、おばなざわさんですね。お相手は現在7勝4敗、こちら8勝3敗同士、綾小路さん、今日は大関のガリュウさんとの一番になります。綾小路さんが追い込んだ。あー、しかしガリュウさん粘る。おお、2つ返す。あ、3つ返す。真ん中戻っちゃった。せっかく追い込んだのに。あー、ガリュウさんの上手投げでやられちゃいましたね。アイノマシさん7勝4敗、車井さん10勝1敗の同門対決。あ、車井さんもね、間違い起こればね、優勝はありえるんでね。ただここのアイノマシさんには勝たないといけない。でもアイノマシさんは大関になってね、まあここではね、あんまり集大さらせないよね。さあ、真ん中でね、せめぎ合いが続いてますね。あー、ここで動いた。アイノマシさん2つ、3ついった。一気によく追い込んだ。クマネさん粘る粘る。あー、でもペースつかまれた感じ。もう1個戻せばまた変わる。呼び戻し失敗。おお、ほほほ。あー、ここはアイノマシさんのパワーが勝りましたね。錦さんは4勝7敗、マユシ赤さんと。さあ、マユシ赤さんは負け越しかかってますね。錦さんは久々の優勝に向けてね、ここでは負けれませんね。特に1人全勝中ですからね、今。お、巻き返して、さあ、勝ったり。境町さん、関脇の高隼人さんですね。お相手は7勝4敗。おお、一気についていく。3つ返して、おお、追い込む。そのままより倒し。コンバージョン、境町さんは強い。四条さん、7勝4敗、関脇岩戸川さん。岩戸川さんも7勝目来てからね、我が部屋の上位陣と当たってね、勝ち越し足踏みしてますね。あ、ここは一気に突き出されました。四条さんの勝ち。四条さん1敗をキープ。錦さんが全勝中ですね。松葉さん、あ、負けちゃってる。7敗目か、そしたら。
はい、12日目終了しました。四条さん、境町さんの正横綱が11勝1敗、錦さんが全勝12連勝中、相沼さんよ勝ち越しましたね、8勝4敗、黒前さん10勝2敗、ぶっこじさんも10勝2敗、愛の小路さんが8勝4敗、我が部屋以外では9勝3敗のガリュウさんがトップか。重量見ましょう。重量は9勝3敗が1、2、3、4、5人で、松原さんは5勝7敗負け越しリーチで13日目になります。おー、市場、そうか、横綱同士ですね。もう13日目だから、あやのこじさんようやく下位と当たります。坂井町さんが今日愛の町さんと、車井さんは高江戸さんね。さあ、錦さん、これ勝てばもうほぼ優勝決まりますよね。四条さんとの一番接したらね。さあ、運命の13日目、松原さん負け越しかかってるんですね、4勝8敗の桂藩さんとの一番。残っちゃう、わ、一方的でした。松原さん8敗目、5勝8敗か。綾乃小路さんは3勝9敗の八ヶ谷さん、こちらパスします。ぶっこじさんは大結本さん、何勝5敗ですね、これパスだね。車屋さんは関脇高隼人さん、こちらは三役なんで見ましょう。高隼人さん現在7勝5敗でしたね。上手出し投げ、車屋さん痛い3敗目。はい、境町さん11勝1敗、愛沼さん8勝4敗の同門対決。4敗してしまったらちょっと大関取りは厳しいですね。あ、大関取りじゃない、横綱取りは。おお、坂山さん頑張るね。相沼さん追い込んだ。粘るけどね、相沼さん。おお、突き出しました。坂山さん1敗をキープ。で、11勝1敗の四条さん、そして全勝中の錦さんとの一番。ここで四条さんが勝っちゃえばまた12勝1敗が横綱さんに並ぶけど、呼び戻し、久々に四条さんが投げられるのを見た。錦さんしか多分投げられないよね、今四条さんのこと。で、大関投手は狩竜さんが負けましたね。で、荒藤さんはもう伊達の花さんより多分上でしょうね、これはね。車屋さんがね、調子かったね。で、浩二さん、愛の浩二さんは回とやれば勝てる。松原さんがそかそか負けて負け越しという形ですね。ということで、錦さんが全勝で坂井さんがそれを追っかける形なので、明日は多分どっちと当たるんだろうね。坂井さんと当たるのかな、錦さん。もう勝てば決まりますよね、14勝と0敗と2敗同士になるからね。1敗力士はもう境町さんしかいないから。で、2連敗すればまた分かんないんですけども、愛の町さんが錦さんに勝たないといけないというね、条件も出てくると思いますからね。ということで14日目いきましょう。そう、新庄さんがね、愛の町さんですね。で、そうですね、境町さんと錦さん、錦さんが勝てば単独でもう優勝決まっちゃいますね。車屋さんが後半に来て3連敗か。
松原さんは8勝5敗の浅瀬山さん、綾小路さんは4勝9敗の西大さん、仏光寺さんは6勝7敗の沖津波さん、車屋さん、関脇岩戸川さんですね。お相手は現在8勝5敗。おお、2中投げ決めました。車屋さん11勝目。錦さん、ここで勝てば優勝決まります。12勝1敗の境町さんとの同門対決。ただ境町さん今場所は好調、現在まで1敗のみ。逆にね、境町さんが勝てばね、境町さんも優勝の目出てくるんですけど、2丁投げ決めれて、錦さんここで優勝決定。四条さん、11勝2敗。愛の目さん8勝5敗の同門対決。愛の目さん5敗しちゃったな。あっそう、まあよかったね、とりあえず大関上がれたから。まだまだね、横綱上がるチャンスはあるし、でももう一回優勝せな、ね、ダメになっちゃいましたけどね、これで。わあ、四条さん強いね。はい、ということで、寄り切り。はい、沼津さんがもうこれ以上パラ見込めないからね。ということで、あ、ガリウさんと荒尾さんが、荒尾さん勝つんだ。熊井さん頑張りましたね。強敵な岩戸川さん、破りましたね。投げ決まりますね。で、仏光寺さん、綾野光寺さんも勝って、松原さん、あ、負けちゃってる。14日目終了しました。四条さん、境町さんが12勝2敗。で、錦さんが全勝14連勝で優勝決定。愛の町さん、8勝6敗。慶波さんと荒藤さんがね、もう10番勝ってますね。ガリュウさんがね、最初9勝でトップだったんですけど、そこからね連敗しちゃってますね。仏光寺さん12勝2敗。今度こそね小結び上がってほしいね。で、車屋さんが11勝3敗。前主坂さん大きく負け越してますね。で、愛の小路さんが10勝4敗。十両トップは11勝3敗。やっぱり影朗さんやね。で、玉飛龍さんと現在トップリタイですね。松原さん5勝9敗で負け越しという状態です。では、千秋楽いきましょう。これはもうね、正横綱同士のエキシビジョンマッチになりますね。まあ勝ち越し負け越しみんなもう決まっちゃってるからね、あとはじっくり見ていきましょうというところですね。まあ車椅子も勝てそうやね。錦さんはしかも久々の優勝を全勝で決めれるかやね。松原さんは1勝13敗の綾野国さんね。これは勝っといてほしいな、一勝力士やったら。綾野浩二さんは8勝6敗の尾花沢さん、勝てば11勝。仏光寺さんは1勝13敗の荒羽黒さん、勝てば13勝ですね。車井さん、11勝3敗。前吉釈さん4勝10敗の、ね、小結び同士の一番取ったり、瞬殺でした。錦さん、全勝優勝決まるか。8勝6敗の大関愛の町さん、さ、これはね、こういう時にね、愛の前さん空気読めん。あ、でも錦さん逆転してきた。いや、愛の前さんでも勝ってもいいんですけどね、大関やからね。もうちょっと星取ってほしかったね。
さあ追い込んだよ錦さん。よって全勝優勝を決めました。相沼さん7敗目かいな。さあ結びの一番12勝2敗同士ですね、市場さんと境町さん。あ、これは一方的でしたね。市場さんが13勝2敗で終了ですね。境町さんが12勝3敗。大関同士の対決は伊達のアンナさんで、あら、藤さんがケイハさん破りましたね。で、そうそう、岩戸川さんの方がやっぱり高江戸さんよりね、勝つんですけど、我が部屋は高江戸さんにめっぽい弱いと。車屋さんね、頑張りましたね。で、ぶっこじさんが13勝で終了か。で、綾野小路さんも11勝。松原さんを勝ちましたね。というわけで、名古屋場所終了しました。市場さん13勝2敗、境町さん12勝3敗、錦さん全勝15連勝で、久々の優勝ですね。相沼市さん、しっくりこない8勝7敗。車屋さんも大きく勝ち越しましたね。12勝3敗。ぶっこじさん13勝2敗。綾野小路さん11勝4敗。で、下位ですけど、結局、十両優勝は影朗さんかな。12勝3敗。我が部屋は松原さん6勝9敗という結果でしたね。優勝認識さん、技能賞、車屋さん、関東賞、ぶっこじさん、主君賞、荒藤さんという結果でした。いやいや、荒藤さんね、最近ピリッとしてなかったから、ここは良かったですよね。ね、ようやく錦さん勝ってたよね。もう荒藤さんって言っちゃった、間違えて。大丈夫だよね。久々でしたね。ちょっとまた、北見方先生に調べといてもらいましょう。もう最近お任せしっぱなしですけどね。はい、エンディングパスします。あ、大金さんが引退か。三役の引退ないですよね。はい、ということで、秋場所に入るのかな。いや、ほんと1年以上は経ってるはずですよね。あ、来た。ね、実績さんのオルテンね。あ、関脇、あ、ほんで小結び2人になってるわ。あ、よかったよかった。これ番付変わってるね。幕内勝率6割6分8厘、通算勝率6割5分7厘ね。幕内が0か、その代わり十両3人になってるな。また、バグってなきゃいいけどね。さあ、錦さんの記録でちょっと見てみようか。まあね、全然、ほんとピリッとしてなかったですよね。まあ、去年の秋場所は12勝3敗、まあ仕方ないとしてね、10勝敗から11勝4敗が続いてたんですよね。何やったんやろねっていうぐらいね、本当に。綾野浩二さんとぶっこじさんが仲良く新小結びになってる。で、車屋さんが関脇ね。これね、すごい大きく変わりましたね。ちょっと番付見ましょう。四条さん、錦さん勝ったからね。錦さんと四条さんが正横綱。相沼さんが張り出しに行きましたね。角番ですね、いわゆる。で、車屋さんが正関脇。関脇が4人衆になって、もう完全に渋滞ですね。あ、眉坂さん落ちんかったんや。まあまあまあ、張り出しがあるからね。これ耐えましたね。で、結構強かった瀬戸錦さんがね、前頭の筆頭に上がってきましたね。回転さんも不気味やね。我々救われますよね。よくね、救い投げ食らっちゃって。十両。ああ、よかった。ちゃんとバグってなかったね。神田川さんがまた十両筆頭か。影朗さん上がったん？影朗さん、ああ、前頭の7番手にいる。で、3人入ってきたからね、あ、ゴーテンさんやっぱり消えちゃったね。受けたの誰や。ゴーテンさんと、あ、そうか、大小金さんやから、
新規加入が多分いないですね。うんうん。はい、ということでね、ようやくちょっと番付変わってくれましたので、これをちょっと楽しみにしながらね、来場所やってまいりたいと思います。では今回はなんとか35分ぐらいでね終わりましたね。ご視聴ありがとうございました。では、また秋場所ねお楽しみにしておいてください。それでは皆さん、さよなら。